起きてください。ご主人様。ああ。おはようございます、ご主人様。おはよう。その格好は気に入っていただけましたか？うん、特に胸の部分が。おっぱい。ご主人様。ふかふかおっぱい。よ。ブス。やっと目が覚めたのね。本当にクズでのろまなご主人様。こんな時間に何の用だよ、キリハ。それに、なんだよその格好は。メイドよ。少年だけじゃなく、目も腐ったのかしら。おい、何をする気だ。腐った両目をえぐるのよ。それだけは勘弁してください、キリハ様。これで許してあげる。ギュッ。そろそろ説明してほしいんだが。ご主人様としての命令かしら。ああそうだ、おば様に頼まれたのよ。一匹では何もできないクズ虫の面倒をね。これは虫かよ。ごめんなさい、虫は自分を虫だと自覚することできないのよね。もったいないな、毒舌さえなければ美人でいられるのに。こういう可愛いところに惚れたのかな。それにしても透き通るような白い肌、その大きさから作り出される深い谷間、なんて凶悪な。何すんじゃ。朝から油切った欲望を口にした罰よ。で、俺口にしてた。ここならいいけど、他の人の前で変態性欲丸出しはやめておきなさい。すみませんでした。この格好はご主人様のインフィニットな性欲を強制するようにっておば様に頼まれたからなの。この格好だと逆らえないでしょ。卑怯だぞ、メイド好きを利用するなんて。幼馴染のヨシミでいやいや申し出たのよ。感謝されても罵倒されるいわれはないわ。ではご主人様、また明日。け、切りはめ、人のお宝を根こそぎ捨てやがって。ねえキリハ、たっぷり奉仕してもらうぜ。お、どうぞご主人様。おう、サンキュー。うわうわあっかいうわっかご主人様はメイドを置かずにシコシコする趣味があったのね。妄想世界の私にいろいろとご奉仕させてたようね。ごめんなさいごめんなさい、もうしませんから。これ以上は堪忍してください。そんな謝罪要求してないんだけど。俺はどうすれば。今のあなたは私のご主人様、それくらい自分で考えたら。怒ってないのか。育児なし。バカでスケベでヘタレなご主人様。